映画、イーゴリ公中のコンチャークコンチャークは、ドン川とドニエプル川流域のポロ別族を統水した、ハン。シャルガンの孫、オトロクの子。ポロ別族を率いて、ルーシ諸公の内紛に干渉し、キエフやペレアスラブリを襲撃した。コンチャークは、ポロ別族の統一に尽力し、藩への権力集中を推し進めた。12世紀にはドン川流域の70の町を、軍事、 政治上の巨大な統一組織へとまとめ上げた。ステップでのコンチャークの活動は、シャルカーン一門の名声を高めることになった。初めてルーシの年代記上に現れるのは1172年のことであり、それはコンチャークがルーシ諸侯の内紛に参与したという趣旨の記述であった。1174年、ポロベツ族のコビャークとの同盟を締結し、 最初のルーシーへの遠征軍を組織した。ポロベツ軍はペレアスラブリを脅かしたが、町を落とすことはできず、近郊を略奪するにとどまった。また、ポロベツ軍の前衛部隊の兵を捕虜にしたイ、e、いゴリに、軍の位置をつかまれて撃破された。1179年8月、ペレアスラブリ近郊の襲撃に成功し、莫大な戦利品とともにステップに帰還した。しかし、 それでもコンチャークのもとには、キエフ大公国やチェルニゴフ公国と継続的に戦い続けるには十分な兵力がなく、それらの諸都市を落とすには至らなかった。後に、チェルニゴフ公スビアトスラフラと和平している。1180年、オーブルチ公、リ,ューリクのキエフ大公の座をめぐる闘争に干渉したが、コンチャークとコビアークの軍は、リューリクの軍に激破され、二人の息子とトゥルトゥコバは、 戦死した。1183年には、グレプハンと共に、ルーシーへの遠征を挙行したが、ルーシーの諸侯が迎撃に出たことを聞くと撤退した。また、同年のオレリ川の戦いでは、ポロベツ軍はルーシー諸侯軍に撃破され、コビアークは捕らえられて死亡した。1184年、コンチャークは工場兵器をも導入した大規模な遠征の準備に取り掛かった。 1185年ルーシへ侵攻したが、スビアトスラフを長とした、ルーシ諸公軍に滅る側の戦いで撃破された。コンチャークは辛くも、父を逃れた。一方、1185年5月のスーヤトスラフが主導した、黒帽子族のステップへの進撃は、いかなる成果をも上げさせることなく撃退した。また同年イーゴリコーをカヤーラ側の戦いで撃破し、捕虜にしている。 さらに、グザークと共に、再びルーシーへの遠征を挙行した。しかし、無防備のセベルスキーに向けて進撃しようとするグザークとは異なり、コンチャークは再度、ペレアスラブリを包囲した。しかし、スビアトスラフとリューリックのドルジーナ大接近の方を聞いた、コンチャークは、包囲を解き、ステップへのキロ途中のリューモフを焼け払って退却した。1187年。 イーゴリコーとの同盟を強化するべく、捕虜状態にあった、イーゴリコの息子ウラジーミルと、洗礼を受けさせた、自身の娘とを結婚させた。さらに、キエフへの大掛かりな遠征を計画したが、スビアトスラフ、リューリク、チェルニゴフ公ヤロスラフらの徴収した軍勢に遮られた。このような状況下にもかかわらず、コンチャークは、キエフやチェルニゴフの諸公に対する、 抗戦的な政治方針を放棄しなかった。コンチャークの動向を記した最後のものは、ノブゴロド第1年代記の1203年1月2日の記述である。それは、リュウリクとオレング家がキエフを獲得した際に、コンチャークもそれに参加していた、という趣旨のものである。木村昭一、イーゴリエンセイ物語153ページ、ABC 中沢ゾら 一般値年代記翻訳と注釈。キエフ年代記修正。P263. 木村翔一。イーゴーリエン制物語200ページ。木村翔一。イーゴーリエン制物語192ページ。中村義和。ロシア中世。物語集369ページ。ありがとうございます。